こんにちは、野尻美穂です。今日は最近の洋服紹介します。この日はデニムのコーディネートです。今回デニムがね結構多く出てくるんですけど、夏になるとやっぱり私は履きたくなります。で、アクセサリーはこういう感じでゴールドとシルバーにブラックのミックスです。サングラスと小物はちっちゃめのバッグにしてます。こんな感じでした。2体目です。この日もデニムを履いてました。まあ、でもね、この前とまたちょっと雰囲気違う感じにしているんですが、ピンクっていうちょっと薄いピンクのトップスを着て、私的には珍しいなっていう感じなんですが、ロエベのこのカゴバッグを買ったので、これを主役にしたいと思って組んだコーディネートです。なんか長めのトップスなので、髪の毛はアップにして首元はすっきりさせてます。なんか全体のバランスを見た時に、今黒いベストを着てるじゃないですか。なので髪の毛がね降りてると黒い面積が多くなって結構重たくなっちゃうんですよ。なのでここはアップにして首をすっきりさせるのがポイントです。で、アクセはこういう感じでした。ミックスしてます。足元はジルサンダーのこのヒール、これすっごい使えるんですよね、重いけど。はい、こんな感じでした。はい、3体目です。また雰囲気違う感じで、この日も私結構これ好きなコーディネートなんですが、長いトップスに、まあ、ルーズなパンツを合わせて、バッグはニットバッグを使ってます。なんかね、この最近こういうメンズっぽいというか、まあ、元からメンズライクは好きなんですが、なんかねこういう感じが好きでよくやってます。このトップスをもうインしないでアウトして着るっていうのが最近好きです。で、なんかその合わせ方も、ここに黒いパンツを持ってっちゃうと結構こうメリハリがすごいついちゃうんですけど、こういうニュアンスカラーを使うことで今っぽい雰囲気になります。インナーも白とかじゃなくて、こういうカーキを使ってみて、アースカラーっぽい感じの色味を入れるとまた雰囲気がいい感じになります。手元はこういう、このなんか黒い丸と丸いリングお気に入りですね。なんかちょっとうるさいですけど、まあでもシンプルなのでね、これぐらいうるさくても全然 OK っていう感じで、このサングラスはブランです。さっきのサングラスはあやめでした。4体目です。この日は上下ともトゥデイフルの洋服を着ております。このトップス、かぎ針のこのトップス、とっても可愛くって、丈が短めなんですけど、羽織としても着れるし、こういう風にちょっとだけインして上のボタンを開けて私は着るのが好きです。で、このパンツも横から見ると結構ボリュームあるんだけど、前から見るとタックがね入ってるので、すごいすっきりして見えて、スタイルアップできるパンツなので、とても優秀だなと思って着ております。生地感もすごいしっかりしてるし、パンツのこの色味もね、なんか茶色なんだけど結構渋いから、秋も使えそうだなと思っております。で、小物はブラックのこういう小物で、ちょっと大人っぽくしております。で、サングラスはあやめです。この日はゴールドのフレームのサングラスになってます。で、手元もゴールドがメインの
バランスをとっていて、というのもコーディネート自体がちょっと茶系な感じなので、腕もこういうゴールドメインに組んでます。でアクセントでバングルを茶色とブラック入れております。なんか小物に使われているちょっとしたところがゴールドだと、全体的にゴールドでまとめるといいのかもしれないですね。こんな感じでした。5体目です。この日はスカートを履いてました。このシャツなんですけど、張りがある五分袖のシャツで、結構メンズライクなシャツになってるので、パンツでもいいんだけど、この場合はスカートで合わせた方がバランスが取りやすいなと思って、こういうスタイルにしています。なんかメンズライクのお洋服の時ってこういう甘めなものとか合わせるとちょうどいい塩梅が取れるので、私は好きなんですけど、このスカート、これかぎ針っぽいレースっぽいものなんですけど、なんか例えば張りのあるスカートとかだとまたちょっと印象が変わるから、こういうニュアンスのあるスカートだったり、ちょっと柔らかい素材のスカート合わせるのがいいかなと個人的には思ってます。でこの時のサングラスも丸じゃなくて四角にするのがポイントで、なんかちょっと丸だとね、丸い雰囲気というか、なんかちょっと個人的な感じなんですが、そういう風に合わせてます。でアクセサリーもちょっとシルバー多めな感じ。さっきのベージュのスタイルはちょっと茶色っぽいベージュだったのでゴールドメインだったんだけど、こっちの場合は白っぽいベージュだからシルバーをメインにコーディネートしてみてます。このスカートとっても可愛いんだけど、娘と一緒にいるとこのお花のレースの間に指を入れられちゃうので、あんまり履きたくないななんて思いつつ履いちゃってます。こういう感じでした。皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。